国際線の場合、子どもは大人料金の 75% ほどの料金を払って座席も用意されます。2歳未満の幼児インファントは座席の必要がなければ大人の膝の上で構いませんが、 20% ほどの料金はかかります。航空会社によっていろいろと違いはありますが、事前に予約をして当日に空きがあれば、このようにバシネット、赤ちゃん用のベビーベッドを設置できる席にしてもらって飛んでいる間使うことができます。航空会社によって体重の制限など本当にいろいろ細かく違いがあるので、もし必要な方はその都度ちゃんと調べてから旅行するようにしましょう。Cai fazendo bagunça. Sakura bagunçando aqui pra trás. 食事ですが、みんな一緒には食べれません。もう大変です。大変なことになってる。ちなみにバシネットにもメリットとデメリットがあります。今回の旅行のキロはバシネットが使えず、子供を足元に寝かせることになりましたが、空席があって余分に席を使わせてもらえる場合は、バシネットよりも後ろの方の席の方が寝かしつけがしやすいということもあります。このバシネットについてはまた別の動画でメリット、デメリットをまとめてお話しします。Única, né? Único. Parei.